まず佐藤さんに伺います。先制スリーランに満塁ホームラン、素晴らしい2本のホームランでしたね。ありがとうございます。1本目はフルカウント、2本目は初球を捉えました。それぞれ手応えいかがでしたか？最高です。今シーズンは1本目少し時間かかりましたけれども、そこから一気にペースアップしまして、今ご自身の状態っていうのはどうなんでしょう？最高です。ちなみに佐藤さん、一試合7打点自己最多だそうです。このあたりの意識ありましたか？最高です。ちなみになんですが、今日ナイトゲーム、ヤクルトありますけれども、一気にヤクルト村上選手に並んで現状打点王に並んできました。このあたりもファンは嬉しいんですが、ご本人どうでしょう？はい、最高です。さあ、これからも試合続いていきますが、まだまだファンはそのバッティング期待していると思います。ぜひファンの皆様に、そして今日は母の日でもありますけれども、お母様に、女性ファンにメッセージいかがでしょうか？お母さん、いつもありがとうございます。これからも頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて近本選手に続けてお話聞きます。近本さん、同点タイムリー含む4安打の活躍でした。今日のバッティング、ご自身で振り返っていかがですか？最高です。ありがとうございます。近本選手も今年は春先からすごくこうヒットのペースがいいように思うんですが、ご自身では状態はどんな風に捉えてますか？最高です。なんとかして他の言葉を聞こうと頑張っておりますけれども、近本さん、5月なのは分かってます。まだ5月なのは分かってます。ベイスターズにでも3連勝でチームは単独首位です。いかがでしょうか？最高です。そして近本さんにも伺いましょう。今日は母の日ではありますけれども、お母様に、あるいは奥様に、こう女性ファンの皆様に一言お願いしたいんですが、どうでしょうか？いつもありがとう。はい、そして今日はトラコデーということで、可愛らしい女性ファンからそれぞれお二人に質問があります。ではまず佐藤選手に、深井美桜さんから質問があります。深井さん、ではどうぞお願いします。雨の中、試合お疲れ様でした。今日はホームランを2本も打ってくれてありがとうございました。私は佐藤輝明選手が大好きです。何か胸キュンゼリフを言ってくれませんか？最高です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では続いて近本選手にはですね、森沢ゆずさんから質問があります。では森沢さん、お願いします。雨の中、試合お疲れ様でした。近本選手へ質問です。私は今中学3年生で受験生なのですが、勉強するときやる気が起こりません。近本選手のやる気を起こす秘訣を教えてください。そして大好きな近本選手からエールをもらってもいいですか？お願いします。いっぱい球場に来てください。はい、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。はい、可愛らしい女性ファンお二人からの質問でした。ではヒーローインタビュー、じゃあ最後に佐藤さん、今日ホームラン2発、そして、ここからももちろんまだまだ試合は続いていきます。今日雨の中、本当にファンの方大勢、最後まで観戦してくれました。ファンの皆様にお願いいたします。これからも頑張っていきます。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。今日は佐藤輝明選手、そして近本選手、それからお二人の質問もありがとうございました。以上でヒーローインタビュー終了します。